池田真子です。今日の真子チャンネルは DIY です。はい、で今回作るのは100均のものでできる、これからの季節にぴったりのクリスマスの LED オーナメントグラスです。こちら、はい、もうすぐクリスマスということ でこういう、お部屋にもインテリアとして飾れるようなものを作ってみました。でこれはもう本当に超簡単で、お子さんと一緒にも作れるし、ちょっと時間が空いた時にも作れるし、すべて100均のものでできるので、ぜひ試してみてください。用意するものはこちらになります。それではその作り方をご覧ください。真子チャンネルスタート。それでは早速始めていきます。まずはこちらのオーナメントについている紐を切っていきたいと思います。で、もしまたツリーに飾るかもっていう方はこのまま使っていただいても大丈夫です。気になる方は切ってください。こんな風にまとめて一気に切っちゃいます。こちらの色も同じように切ります。はい、すべて切れました。そしたら今度は LED ライトに電池を、炭酸電池を2つ入れていきたいと思います。はい、これで準備完了です。そして今日使うリボンなんですけど、これを順番に入れていきます。このオーナメントと LED を順番に入れていくんですけど、もし紐を切らずに使う方は紐がこう内側になるように入れるとあまり目立たないのかなと思います。ではどんどん入れていきます。そして、これで一応完成なんですけど、最後にもうちょっと可愛くしたいので、こちらのリボンで結びたいと思います。はい、結んだら、好きな長さで端を切ってください。はい、こんな感じで切れました。こういう飾るときは、オーナメントのLED の電池の部分はこう後ろに来るように置いて飾ってください。こちらで完成です。いかがでしたでしょうか。今回はこんなオーナメントグラスを作ったんですけど、実際にこの LED のライトをつけたいと思います。いきます。3、2、1、オン。ジングルベル、ジングルベルです。ってかほら、クリスマス、メリークリスマス。はい、こんな可愛いオーナメントグラスができました。皆さんもぜひこの動画を参考に試してみてください。他にもなんかツリーのオーナメントでちょっと余ったなっていうのを使ったりとか、今回私はこのグラスを使ったんですけど、メイソンジャーとかに入れたり、あとはなんかワインとかシャンパンのボトルにこの LED のライトだけを入れても可愛いと思うし、いろんなやり方があると思うので、ぜひこの動画を参考に皆さんも作ってみてください。他にも池田真子の真子チャンネルでは毎週水曜日と土曜日の夜8時にメイク動画とかコスメの紹介とか、こういう LED じゃないな DIY も紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。気になったのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回は池田真子が紹介する100均のものでできるオーナメントグラスでした。